い、こんにちは。はい、こんにちは。霊視研究家、ムイアンドカッチャンネルです。はい。俺なんて返せばいいの、ここ。じいちゃんって言うとしてしまった、俺今。そう、今なんかだいぶ長い葛藤があったので。そう。霊視研究家。はい。ムイアンドカッチャンになりました。はい、まだまだ呼び慣れない名前ですが。そう。多分もう視聴者の方が根付いてるから。皆さん本当、じいちゃんはんたから、最初の頃、登録してくれた人から、新しく、登録してくれた人たちのおかげで、1000人を超えることができました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、立ち上げた頃は、誰やったやろ。一番最初って。うん？一番最初って確か黒サメさんだったよね。何が？コメント覚えてねえ。なんかそんなような人たちじゃなかったっけ。初めてコメントが来たって、最初なかったもんな、コメント。まあそりゃ無名でね、ノリで始めたやつだからね。それが今や本当にね、本当どうやろう、山口くんにしろ、花さんにしろ、愛子愛子さんにしろ、英子さんにしろ、あ、そうだ、ちょっとキャリーキャムもモムモムさんやったっけ。キャリーモミモミさんね。モミモミさん、リスト作った方がいい、それ。ここの辺にさ、ね、なんかトントンなんかさ、いらね、名前一覧、スバル君やらラテンさんやったっけ。ん、ボランティアやってるで、なんかし、ああ、寺本さん、はいはいはい、あの方最近コメントないけど。ないね、忙しいんだろうね、仕事。たまに来るよね。来たっけ。本当にね、本当にね、山口君は本当に助けられたよね、あの子には。もうちょっとなんていうの、中身を説明してくれるとね、返しがしやすいんですけど。そう必ず揉めるときに必ず山口くんって中間に入ってくれるよね、あの子。ああ、それは確かに。うん。本当にね、なんかすごい大人って感じがするよね、あの人。多分うちのチャンネルの視聴者層的にみんな大人なのよ。本当。同じ年やけどな、ぐらいなのかな。俺が一番子供っぺえな。はい、そんな視聴者みんなのおかげで1000人行くことができました。ありがとうございました。本当にね、長い道のりをひたすら何もせずに、ここまで来ました。そして名前を変えて、やっていきます。やっていきたいと思います。はい。で、今日は第1弾として、この前、色紙か？はい。名前発表の時に使った色紙、あれ現物今ないの。忘れちゃった。っていうか、あんまり外にボロボロ出す気はないもんでさ。はあ。うん。そんなに持ち歩くと、念が切れててくると困るでさ。あ、もう米終わった後なんですか、あれは。いや、今やってる最中。はい、色紙応募のやつですね。そうそうそう。応募皆さんありがとうございました。ありがとうございました。想像より来てビビっております。ビビってます。3枚か3人か4人だと思って期待してました。まさかね、3人だったらまあ全部書いて送ろうかなんて思ってたけど、そう、1人2人3人ぐらいだったら全員でいいかなって思ったけど、書き間違えたやつがさ、あと3、4枚あるからさ、それを入れておこうかなと思っちゃったんですけど、もう応募件数が10件以上来ておりまして、そうですね、もう無理だなと。そう、もう無理。10枚書いて送るのは嫌だっつって。送料だけでも偉いことになるのよ。合わそうだけでも偉いことになるでは。本当に。だから、申し訳ないけど、抽選ということで、はい。しようかなと思ってます。ということでね、抽選用に、なんていうの、くじ引き？紙に似合わず、こんな可愛い袋持ってくるの。わ、ウケるし。チョコレートでも入ってるんかなと思ったもん、俺、最初。湯たんぽ用のやつだから。さあ、そんなこと、湯たんぽはどうでもいいんです。
中にね、くじがいっぱい入っているので、見えるかな見えてない。ここカメラがね、くじいっぱい入ってるんですよ。うん。はい、まあ、いっぱい入ってるんですよ。その応募者全員の名前の入ったリストが。全部入ってるんですよ。で、これをかっちゃんに引いてもらって、その人に、なんだ？その人に色紙を送らさせていただきます。はい、そんな流れでございます。そうです。では、心の準備はよろしいですかの？いや、やべえ、ここ、心臓が痛い。あれだよね、当たった当選云々より、その後を作るパワーストーンが大変だからね、かっちゃんは。だよね。そうですね、もう本当に、一つでは間に合わなかったら二つもつけていきますもので、うん。おう。うん。つけていきます。うん、願い事僕見てないんですよ。興味ないから。いや、まあ、それはそれで全然いいねんけどね。うん。どうせ、パワーストーン作るときになったら嫌でも願い事は見なきゃいけないわけだから。そう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 。その後無理難題が来ても知らんよっていうだけ。どうでもいいよ。でもね、これも信じる、もう当たるも発見、外れも発見、信じる、信じないは、あなた次第。あなた次第。ただ僕は、送ります。はい。念運と、パワーストーンにも念を入れて。では、はい、引いてもらいましょうか。よし！じゃじゃん！この右手が、湯たんぽの袋の中に入ります。じゃが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 。1枚取りました。はい、誰ですか？取りました。誰だ、これ。キャリーモミモミさんでした。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。キャリーモミモミさん当たりました、これ。すげえな、キャリーモミモミさん。すごいね、言うて倍率10倍だ、10何倍だよ。10何倍分の1で当たりました。強運ですね、もはや。もうこの時点で多分キャリーモミモミさん強運だと思いますよ。キャリーモミモミさんも結構あれだよね、コメントくれますよね。そうですね、コメントくれる方ですね。ね、ありがとうございます。コメントまでわざわざ本当に。ムー君のサインも欲しいでしょ。いる？俺が書いてたらここにムーイって。本当おめでとうございます。ちゃんと送らさせていただきます。うん、欲しいんだったら別にサインでも色紙でもなんていうの、ムーイの分送るけどさ。そう送りますよ、本当。では、おめでとうございます。送らさせて、ちゃんと送らせて、はい、ちゃんと送らせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。さてそうなると第2弾はあるのですかっていう話になるよね。第2弾今後第2弾と皆さん前にも言ったね、ダウジング、はい、ダウジングっていうのあれ、うん、でいろいろは研究するけど、まあみんな僕のね、占いの一つにね、これな、こういう鎖のついた、おー、そう、これもね、ね、よく研究家の人たちが筋肉の動きだとか手が動いとるとか言って騒いでますよね。そうですね、手でその、うん、揺らしてそのなんか振り子が動いてるんじゃないのっていう。なんか今占ってます、動いてるけど。これは僕のパワー、力が動き始めてます。これでね、見ててくださいね。これね、これ、手をグッと押さえてるんですよ。むいくん、触って止めてみて、これを。どっちよ？下の振り子を。石を？うん。止めてゆっくり下ろしててみ。はい。これ、止まれます。あ、映ってね。あ、映ってね。これね、一回止めましょうか。揺れるとさ、インチキが止まれる。手が映らんから、引かんとかなんか。そうですね、もうちょっと引いた感じで。そうするとね、これをね、ちょっとパワーを入れるんですよ。画面からどんどん下に取れていく。ね、パワー入れると、動き始めるんですよ。手は一切動いてない。うん。そうするとね、きつくもうちょっとパワー入れるとね、そんな早くなんかあれなの、変わるの、動かし方。これね、
円を描き始めるんですよ。これ、手動いてますか？あ、これは無理だな、証明できないな。じゃあさ、これ今この揺らし方を手の動きなしでか、無理だな。これを今、あのどっち回りや、これは。これは時計回りですな。時計回りなんですよ。じゃあこれをね、一回止めます。もうちょっと画面から離れるかなんかしてくれると多分見やすいぞ。でも手が動いとるといかん。止めます。止まります。これを逆回転にしてみましょうか。で、今の左回り、右回りで占いのやり方も一応説明しますか。そうですね。この占いって僕、たまにするんですけど、左回り、右回り、まあ、時計回り、反時計回りって言って、自分の心の中で唱えてくださいって言って、で、手のひらを、その、水晶の下に置いてもらって、自分がこうなりたい、こう、ああしたいっていうことを心で念じる。僕はわからないと。はい、例えば無意が依頼者だとして、うんうん、例えば仕事でうまくいきますようにっていうふうにお願いをして、行きますかって言って、行きますなら右回りにしてください。ダメだと思えば反時計回りにしてください。反時計回り、そう、うん、そうやって念じて、僕は聞いてないから分かんないから水晶が勝手に回るっていう。で、かっちゃんに説明せずにその結果だけ、 その無意だけが分かる感じ、うん、そう、右回りに回った、ああじゃあ仕事うまくいくんだってなって、うん、でそういう風に成功した方々が何人かいらっしゃるんですよね。そう、ちょこちょこいる。たまにね、右回りになって急に反対回りする人もいるんです。その時は声、あ、やり方変えたって言うと、はいっていう人がいます。疑ってきます。はい、うん、まあそういう、こういうね、こういうことをやっていく、今後していこうかなと思います。これがだから研究家の顔を変えてみたっていうやつかな。うんうんうん、うん、第2弾としてダウジング、はい、ダウジング、ちょっとね、今回少しだけ予告みたいな、ちょっとちっちゃい動画だけは流すつもりでいます。はい、うん、それが嘘やろバカ野郎とか、この目で見届けてやるっていう人たち、本当に主に信じてない方々、本当に信じてない、これはもう科学で証明されてるんだボケっていう視聴者さん、東海三県なら行きます。うん、そうね、そうね、うん、近いところなら、な、まあそういうのを今度まあ霊視としてしていきたいと思ってますもんね。これも霊視、ほぼ霊視なんですよ。霊視をまあ要は水晶に入れるっていう能力を、あれそういう理論なんです。一応自分ので、あの能力をあそこにいっぱい貯めて、うん、うん、一応反発させてるっていうだけ。へえ、うん、手が震うとかさ、こうやってやっててもさ、なんか筋肉の膨張でとかって思うけど、筋肉で動かせれるものと筋肉の動かせれないものを見せてあげます。うん、まあこの辺はね、もうちょっと何か練って考え練って、はい、まあとりあえず、まあ、まあなんとかしてみます。すごいな、この思いつきで喋るっていう、このノリをなんて5年間続けてきたねんな。うん、もうそんな、もう会議もしない。もう画面のそのまんま思いつきでブンブン言う。で、それをその企画をなんかこねてこねて出来上がったものがこちらですって動画に上がってる。そうです。だからまあ今回はね、ちょっとキャリーもみもみさんのやつを色紙をなんとかしてやってしていきたいと思います。はい、はい、では皆さん、今年もまた1年頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。